ね、バトンアップのスローガンだけ練習させてください。今日の大会のエンディングでみんなで言わせていただくんですけども、バトンアップの行き先はレオサイと言ったら皆さんがメシャイ、レアクアと言いましたら皆様がメシャイ、トンパイと言いましたら皆様がシャイで、レッツゴーガトームーブです。みんなが言うのはメシャイメシャイシャイガトームーブ、まあ、ガトームーブ分かるね、メシャイ違うよ、メシャイ違うよ、シャイそうだよ、レッツゴーガトームーブ。日本語で言うと右に行くのか違うよ、左に行くのか違うよ、まっすぐに行くのかそうだ、レッツゴーガトームーブです。意味としましては、あなたが右に行っちゃいけない、左に行っちゃいけないということではなくて、あなたの進んでる道は右のように見えても左のように見えても全部まっすぐな道だから、それぞれの道を頑張ろうみたいな意味です。皆さんに伝えながら今泣きそうアメリカに行くのがシャイ、日本にいるのがシャイマジで帰りたくない。まあでも今日という一日を楽しんでいきます。練習するよ。ガタムビの行き先はリョウさん、レアクア、トンパイ、レッツゴー、ガトー、ナン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 。もっと大きい声でいきましょう。この後大会がスタートします。いくぞー。ガトーベビリー、行き先はレアサイ、レアクア、トンパイ、レッツゴー、ガトー。ムー楽しんでねI'm not afraid to die.
ャンピオンデスマッチアマゾンです。山下リーダー、山下キラキラお羽が入ったら応援したくなっちゃうよね。さあレフリーチェックが入ります。さあレフリーチェックしてね、気合が入っている。さあ小田の帯広小塩組も意思疎通が取れているようだ。イエーイ、チェックしろと彩香がアピールする。そりゃそうだ、羽が生えているんだもの。よし、おとぎ行け、頑張れ。さあ3チーム、両チーム一人一人出てくる模様でございます。さあ丁寧にお羽を取り、電飾の電源を封印し、さあおっと先発を立て出たのは捕まえ
This very body is soul. My body, your body, everybody is just soil body.第2試合はこのタッグマッチだ。プロレスリングバサヤからやってきたスーパーサイヤ人たち。さあ、長い長い尻尾が生えている。対するはザリアンアキキ、高田島正宏、チョコプロが誇るおじさんたちであります。さあ、先発はなんと因縁のあるこの高梨と勇が因縁の対決。さあ、ロックアップ。高梨がバックを取らない。さあ、腕を取る勇の腕を反対に取っていく。さあ、ハンマーロック。さあ、ここで足を使って切り返していく勇であります。さあ、このままゴロリとスルリと腕を取り返す。さあ、腕の取り合いがリング上、プロレス知恵の輪状態か。さあ、ここでグラウンドで再びハンマーロックに取る高梨、ナイスですね。さあ、ここでヘッドロック、ヘッドロックが決まっている。
せない。時短が踏んでいる高梨、デパートでおもちゃを買ってもらえない子供のように。さあここで再びテイクダウン。さあおっと巻き投げ。さあアームドロックを。さあヘッドシザーズ行かせない。ヘッドシザーズは行かせない。ヘッドをシザーせない。さあここでダイヤーチに立ちた。ダイヤーチは痛みの左腕。さあアントニオ猪木対タイガージェットシンのような腕殺し。しかし痛みはここで返していく。さあコーナーマットに腕を叩きつけられたバリアン。さあ変わったのは下村大輝。プロレスリングバサラの切り込み隊長と呼ばれたかどうかは定かではありませんが、さあここでバックを取るバリアンキー。うらーうらーと一言腕を取っていく。ここで跳ね置き。オレンジの尻尾が絡みつくリング上、ここで狩り挟んでいく。開け。さあハンマーロック、これを回転して返していく。さあフロントヘッドロック。高梨正宏にタッチであります。おっと意外とクリーンだ。クリーンな握手をやっぱりしない。ダーティーファイト高梨、ダーティーな人生であります。ダーティーな人生、お酒を飲みすぎてダーティーな肝臓。さあ頑張れ高梨、いたわってあげろ泰造。さあここでさあ高梨がマサラ勢に捕まってしまうのか。さあ2人でロープに振る。さあくるっと回転。さあボディープロス、空飛ぶインド人面目役所。さあロープに振ったがバックを取って、おーっとここは何かが当たっている。何かが何かに。何ですか、ダブルのフランスのスタイナー。さあ飛びますよ、空飛ぶインド人。すごい、このすごいトベーコンフィコンヒーロー、トペがコンヒーローしている。さあ高田ニック、高田ニックはかわされた。さあアンクルロック、さらにアンクルロック。アンクルとは足首のことであります。おじさんのことではありません。さあここでパンチだ、パンチが当たった。さあここで下村にタッチ。大会野球チョップですよ。さあ野球チョップだ、プロレスなのに野球。すごい野球チョップ。高梨が泣いている。
足のすでに弁慶の弁慶の泣きどころ、さあおっと下村の泣きどころ、小指を噛んでいる、あなたが噛んだ小指が痛い、さあここであなたがつまんだ鼻が痛い、あなたが踏んだ足が痛い、あなたが丸め込んだ、あまり丸め込みだから痛くはない、さあなんとごっつんとした、おっとドロップダウンからエンディングに、さあカウントは2、カウントは2、アーチが出てきた、エルボー、さあコンビネーション、打撃のコンビネーション、ニードロップ、珍しい、なんという怪力、インドのトレーニング器具クシティを扱うようなバリアー機の素晴らしい怪力から人間コシティ、さあロボロチョップ、さあロープにバックきて、バックブリーカー、さあバリアーキー、ここでブレーンバスターか、ブレーンバスター、決まった、ナマステプレスはいけない、立っている、立ち上がっている下村大輝、ドラッグフロムトップロープ、さあアッキー今度は空を飛ばれてしまうぞ、空飛ぶ日本人下村大輝が、これは抑え込んでいくバリアンアッキー、決まっている、さあイサミにタッチ、イサミがバリアンアッキーに、おっとエルボーを食らってしまった、さあコーナーに振って振り返して、さあエルボー、バックエルボーから、さあ、さあ、2人が何を狙っているんだ、これはフランケンシュタイナー、雪崩式で決めていく、カウントは2、カウントは2であります、さあ、2人がバリアーキを一人かかり、そう、ここはくるりと抑え込む、試合時間10分経過、ロープに振ったのをぐるりと取り返して、しかし取り返し直した、これを抑え込んでいく、インディアンクラッチとでも言うべき丸め込み技、さあバリアンアキが抑えとけ、おめでとう、バリアンアキが痛みを抑える、高田氏の取り方、危ない、アッキーが持ち上げる、バックブリーカー、アッキーが持ち上げる、アッキーが持ち上げる、さあバリアンアッキーがおたけびにして、イサミを捉えて、一勝の、さあトラックカバー、
目まぐるしい攻防、高梨が外に出た、下村大輝が、おっと、場外に飛んでいった、さあ、アッキーが立ち上がる、イサミが立ち上がる、さあ、チョップ、ナイカにチョップ、バリのアッキー頑張れ、さあ、強烈なチョップをお返ししていく。さあ、いいチョップだ、イサミのチョップ、バリアン・アッキのチョップ、さあ、チョップ合戦、エルボー、立ち上げエルボー、ローキック、しかしビンタ、トロースキックが入った、さあ、持ち上げて持ち上げて、これはカウントスタンタイムドライバー、カウントカウントアップ、カウントアップ、カウントアップ、さあ、ここで痛みが避ける、バックを取るが取り返される、ここでさあ、頭が引き立った、
します。で、少年の子のデビュー戦であります。さあ、プレッシャーだから6月からデビュー戦がスタート。そして、もうリストを取ったのは、はい、石川吉恵。それを王を前線でくるりと回って、リストを取り返しに行きました、スタートか。ならば、自分の肘を、うまく器用に使って、繰り返していきます、開始から地へ。この辺りに気合は十分ですが、どうかしらに余裕の感じで楽しまいになります。さあ、このヘッドロックが、ほぼ上に全幕に飛んでいるが、それを力で返した逆にヘッドロックであります。さあ、そのまま投げてきましたが、ここは返っていく。おお、速い攻防であります。2人は見合います。こいつから地への表情が一瞬、この後輩と戦えるという喜びに表情が一瞬緩みましたが、おお、スクールボールしてきましたが、それは生かせません。逆に、おお、スクールボーイ、相手の足にかけていた手を、自らのチョップで撃ちていきます。さあ、改めて、ビッグロックにとって、ここで勝利が連続しちゃう。さあ、エキシビジョンマッチでは何度も戦った、このスリガネーと、このデビュー戦という正式な試合で相まみえます。ペトロールさんに対して、おー、バディスタッシュ、苦しい表情ですが、あ、さらには、技のコンビネーション、回していく、回していく、回していく。これはスリガネー、落とし入れパターンになるの、ポッ、あ、これを、強烈なカットや、つかみや、おー、必要に伝っているのされるんです。そうですね、全然ミスがないに、おお、もう倒れまくってるぞと、気をつけました、ああ、今度は、おお、のどかをぶん回していて、安田美也子、のどかの連携から、おお、おお、デビュー戦の勝利で、まるで宮島のような美しさがあります。この2人、次も、クラスマ出身と同郷になります。さあ、そんな、どの解体してやってくれたなと、ストンピングをぶち込んでから、自分のコーナーに持ち込んだのスリガネ。さあ、これ、開始から8に、整理します。さあ、シート、シート、お。おお、これは、溜めて溜めてのチョップは避けられましたが、上からの自らの手のひらも痛くなるようなセレライスを落としていきました。さあ、このデビューしたことによってリング上でこの痛みを感じながら戦っております。セトロムカ、それに対してね、これはヘッドロックというよりはフェイスロック締め上げていきます。おがらなスリが名でありますが、的確に相手の身長、痛い場所を的確に攻めていきます。それに対しても出身者ローテンステープがあります。野呂さん、さあちょっと相手に力が長いところがありますが、あ、おお、レープに動く身長、ここは本日のバーター吉田美和が献身的なサポート、あー、この宮に対して一撃、あー、さらに助走をつけての一撃、おー、メイクの中に飛び込んで一撃、サビアンタしてる。さあ、戦況を変えたか、吉田美也がタッチいけるか、いけるか、いける、おー、これはウォームキャタピラーの連携、これはもうため息しかない、息の相方があります。素晴らしい息があったところを見せてまいります。さあ、タッチ行くこともできません。何か苦しい、あらか、さあ、そう、何か引き伝えている、引き伝えている、そしてレイリー中央の回されるさあ、さらにはお、内前進、仰向け石、お、膝を打ちつけながら、もう一発、さあ、入念に入念に相手の体力を奪ってからのフォーアンダーの夢を奪い返した。
返しました、返した、返した。2回もやろうか。あー、しかし先に動いたらこっちだって。だから先ほどはちょっと悪かったスクール、ワイヤー決めた。カウントはっけー。さあ、ここでギリギリ戻れるか、戻れるか。戻れるか。戻った。ガッツ返して、やったぐらい入ってきました。ドロップキックとして、鶴が目をぶん投げてきた。さらにまとめてはミラーハンマー引き出し好きだ。タックル、さあヤツアリアがパワーがありながら躍動していきます。あーですか、ここは一番中間もうグランドに来ているフロントでクロック締め上げていきます。軽動脈バトルを締め上げていく、こいつタッチ。さあ、おえぇ、いやー、それはそちらを無理か。おぉ、しかし持ち上げた。ものすごいパワーだ。さあ、このまま強引に外していくか。エルボーをかわして走り込んでアームホイップ。ドロップキック、カウントは2があります。ここで勝った。天理が駿河明治帰りゆっくりと、おー、相手の腕を自らの足でハンマーの組み方でセンスとしていく、ねじ投げていく、もう一発。さあ、聞いてますよ。ここで、うわ、こう、わあ、なんという動きだ。いつもの、セカンドからの、みんな入ってではなく、トップに駆け上がってからの、フットスタンプ、悲しいフットスタンプを、四つアリアの腕を落としてきました。さらにこれは、フルメルソン、フルメルソン。ああ、さらに、アップルミュージレーション決まった。エッセスティブブリッジだ。さあ、ニア、このアップルミュージレーションから逃れることができるか。いやー、さあ、四つはニアが、おー、こんな大事なのがあったのか。体格差を利用して相手を潰してきた。いや、ハンマー悩ませたよ。ここは名ジャンプ。つまりは相手を飲み込んでいく。さあ、カメラグループは逆に一気に返していった。四つは宮川監督、早い攻防、早い攻防。おお、鶴ヶ宮を捕まえて、バッチェロリーさん、ヘルガメの腰に膝を突き取った。そして、おー、ここで本日と2回のノルテがタッチを要求。おはー、おー、ドロップキック、ヘルガメを引き出しました。ものすごい気になるドロップキック。帰りは逆転が目を狙っていく。あー、逆転が決めて腰を落とした、落とした。おー、ギガップかと。ものすごい表情、気合の入った表情で締め上げていく。あー、ここは君の方がピッチアップで返した。ここではありますが、まあ、もちろんものすごいものがあります。そして逆転を返したばかりに逆転されたありがとで次に投資台中へ倒せる。さあ、横浜には入ってこれないぞ。リング中央だ。
ベルベル、ギブアップしてしまうか、頑張ってほしい、頑張ってほしい、逃げるか、逃げるか、手を伸ばせ、手を伸ばせ、なんとかエスケープ、10分経過、10分経過、最高、10分経過。さあ、どうか、少しダメージを抱えているが、そこを容赦を蹴っていって、おお、しかしまだ足りないと、こうやって誘っていく、自己主体のホームのホームエルボーですか、気持ちがこもっている、センター、この大会行ってボディースカーで最初から言われるが、下からのスコールパッチゲージ決まった、決まって決まった、おお、意外といいタイミングで決めていった、まだか、一気にチャンスだ、さあ、いけ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 、おお、もう相手のところで、レイジャーズに出し、すごい、これも完璧、さあ、出るぞ、ここだ、飛び込んでるハンマー、タイトルのホール、危ない、危ない、危ない、レイジャーズ、強いタッチが間に合った。おー、任せて、おー、吹っ飛ばしていく、さあ、サイレンチャンス、よくアミラが作ってくれた、野呂がこのチャンスを生かせるか、将来一度のデビュー戦、ここで、わー、世界ボールアップからのフライングメアー解説戦、しかし、この試合が3分。最後にサイレントロック、サイドロックロックをしないでいき、改めてもう一度投げて、おぉ、このまま投げ込んだ、抑え込んだ、ワンクロック、さあ、チャンスだ、チャンスだ、頑張れ、ここで、エルボー、ノーカー。そのノルカに対して、リバースとインディアンブストックから、決まった、ガーサーインディズムで、さあ、いやいや、これは、まだ玉森の体制か、いや、あくまで、おお、これは、アームレスに取るか、ガーサーインディズムに決まった、勝者、スーパーライン、勝者、スーパーライン。30分一本勝負を行います。
かおり。はい、本日のセミファイナル続きましてチャンピオンベルトの変換です。はい、岡田優也レフェリーによるチャンピオンベルトの変換が行われている。さあ、アジアドリームタッグのベルト、最近ではかの東京失恋学園が挑戦して失恋したベルトであります。ブロッキンハート実況はブロックハート総一郎でございます。さあ、ちっちゃい方が八つ裏のでしたっけ、どっちだっけな、非常に似通っている。さあ、さあチャンピオンチーム、黄色のコスチューム、そして挑戦者チーム、同じコスチューム。さあ、握手しましたね。なんと握手したくせに安浦野のバカ野郎、米山香織、米山香織はやられてしまった。浦野もやれる、因果応報、因果応報であります。さあ、さあ、三たびルチャトレイン。さあ、オーケー、フェリー、二人で一点に乗っていく。さあ、安浦野がカット、あ、間違えた、米山香織がカットであります。さあ、ダブル安を振っていく。おーと、ヤスが、なんと、ヤスが一網打尽。大きい方のヤス浦野が残った。さあ、ここで鈴木慎がローブリフル。バックエルボー。カウントアップ。さあ、頑張れ大きい方、ここで足を取っていく。さあ、ローキック、今やれとばかりのローキック、今蹴る、さあ今蹴った。さあ、鈴木慎の桃が泣いている。全米と鈴木慎の桃が、そしてさあ、鈴木慎をコーナーに押し付ける。ちっちゃい浦野が乗っている。さあ、コロポックルのようなビジュアル。さあ、ぐるぐるパンチ掴まれた米山香織、ピンチであります。ああ、
東大がいます。おい、さあここで鈴木慎が安浦のチームに捕まってしまった。さあ鈴木慎が足が痛い、アニオが悲鳴を上げているぞ。さあ頑張れ鈴木慎、鈴木慎返していけ。さあお前はチャンピオンだ。さあ膝を蹴る浦野がここでグレーマスターじゃない、前に引っ掛けるロープに引っ掛けて、さあロープキック、さあカバーする。岡田だけにちゃんと見てる。さすがは、さすがは私の友達岡田レフェリーちゃんと見ている。頑張れ岡田レフェリー。さあここでタッチ、腰にハンマー。さあヨネちゃんがロープに振るか、ロープに振り返されたとドロップキックは失敗であります。ストンピング、ストンピング。さあ米山香織選手のコーナーに振って、しかしエルボーが返ってきた、エルボーが返ってきて勝負主流にタッチであります。さあ勝負主流がリングイン、おっと踏み台にした、踏み台にする男。さあここでクルリンチョと回って、さあカンフーキック、5分経過、5分経過。しかしここで安浦野が勝負主義を止めてクローズラインかわした。さあ同士打ちを誘った、さあカンフーキック、トップロープ。さあコーナーに突っ込んでいく、カウンキックで外に出る回し蹴り、トップロープ、さあ大カウンフーキック、ありがとうカモハン、カウントアップ、ありがとうございます。ゴールデンハーベスト超宇宙。さあここでロープに足した岡田レベリーが、ちょっと待ってください、誰かの動き、さすがは安浦の直伝のコスチューム、パンチが入った、米山香織を蹴った超宇宙。そしてさあ背中をぶっていく米山香織が止められた。そしておっと回し蹴り、さあここで、ああなんと安浦が足を引いた、手を踏んでいる米山香織、胸ぐらにフック。さあ安浦が出てくる、超運主流をスナップメイヤー。さあここでなんとパンチ、顔面にパンチ、なんということ、厳格なレフェリング万全。岡田頑張れ、岡田頑張れ、今日も岡田だ岡田、今日も岡田だできるわ。さあここでスリーパーホールド、これはピンチになります、超宇宙。さあ、腕が3回押したら負けてしまう。超宇宙を吹き返せ、そうだ、ジャッキーが泣いている、
サモハンが泣いている、ユンピョンは泣いている。さあここで返していけ、あしらい炎の、うわー、キッチンシンクがお腹に入った。さあバック、さあバックブリーカー、さあここは、さあ旋回式のブレインバスター、ここで鈴木慎が入ってくる。さあ米山香織が鈴木慎を捨てる。さあ安村のチーム、素晴らしいチームワーク。ここで何ですか、場外戦、場外で何をするというんだ。なんと業務連絡、業務連絡、人間はのり巻きではありませんよ。何ですかこれ、ちょっと楽しそうだ、ちょっと楽しそうだ。さあ春巻きが2本上がってしまった。頑張れ頑張れチャンピオンチーム、こんな屈辱ないですよ。さあこんな屈辱はない、ピンチだ趙雲。さあカウントアップ、カウントアップ、趙雲負けるな、立ち上がれ。素敵な笑みを浮かべる安浦の、ここで趙雲が息を吹き返す。さあ特定レベルさん、特定レベルさん、完璧だ、完璧な特定レベルさん。ここで鈴木慎が、鈴木慎が趙雲のタッチを受ける。さあ行け鈴木慎、エルボー、バックエルボー、チョップコーナーに振る、振り返された。10分経過、ここで外に出る。さあブロックして、安浦野に対して、さあボディープレス、なんとカウントダウン。さあ安浦野が防戦一方、さあ安浦野がここはセカンドロープ、蹴り上げて蹴り上げて蹴り上げて、顔面が、顔面がロープに。さあここで、さあ米山香織にタッチ、米山香織にタッチ、米山香織がバックを取る。さあここは投げれるか、エルボーを避けている。さあクローズラインを避けて、おっとボディープレス、ケブラローラコムヒーローボディープレスで返す。さあ安浦のタッチ、さあ挑戦者チーム素晴らしいタッグワーク、顔面蹴り、低空のドロップキック。さあここで安浦のが鈴木慎をロープに振るか、コーナーに振る。さあバックエルボー、さあ超運にアタック、鈴木慎にもアタック、二人で持ち上げる。さあトップコーナー、なんと二人でブレーン。さあトップロープに座らせることで持ち上げやすくなった。省エネファイト、挑戦者チーム頭を使っている。鈴木慎が攻め込まれる。さあここで鈴木慎が、さあクロスアームの、さあ入るドライ、入るドライバーいけない。ここで高さ抑え込み、カウント、おっとおっと腕を捕まえた。さあこれはビッグ東洋仕込みのクロスベース、クロスベースが鈴木慎に決まっている。
ケープ、鈴木慎がエスケープ、必死になってエスケープ、さあ、安井アナが一気に攻勢に出る、しかしバックドロップをかわした、このままくぐって、高さを抑え込み、倒立、高さを抑え込みはカットに入られた。さあ、安浦の、さあ、安浦が鈴木慎をロープに振るか、ロープに振った、クローズライン避けた、コルバさん、コルバさん、決まっている、超一流なリングに。香織が止めた。さあここで2人とも4者とも場外、やめてください。 DDT on the floor、 やめてください。岡田止めろ。さあ場外戦、中に入れるんだ。さあこんなことでは、こんなことではタイトルマッチが、せっかくのタイトルマッチが続けていく。頭と頭でごっつんこ、このままだと中身が入れ替わってしまう。危ない危ない。さあやめろ、おみとしのぎと違う、小林、いや里見ではない。ここでチャンピオン、何ですか、何ですか、どこに入ってるんですか、こんなの見たことないよ。シンクラファーストリング、危ない。2階からどこに出るか。15分経過、15分経過。さあチャンピオン爆上がり宣言、チャンピオン行け。さすがだチャンピオン、縦横無尽に新規のファーストリングを使っていく。さあ鈴木慎が安浦のリングに出る。さあエルボー返していく。さあエルボー、エルボー、エルボー、エルボー。トップロープ、さあ飛べ飛べチャンピオン、トラップに行く。さあカラー行けるか、カラーはワンで返していく。食い下がれ食い下がれ挑戦者、それこそタイトルマッチだ。さあ行け鈴木慎、負けるな。チャンピオンだが先輩にぶつかっていけ。お前がチャンピオンだ。殴れ殴れ鈴木、殴れ大先輩を殴れ。さあここでノーザンライト、いけないいけない、フロントネックロック、フロントネックロック、安浦の。さあ上がるか上がるか。さあ2位リスト、ここでおーっとノーザンライト入った。なんと先頭でカット、先頭でカット。さあローリングソバット、ゴリースペシャル、ゴリースペシャル、エンブリギリ。さあ凄まじい展開、タイトルマッチクライマックスを迎えている。バンダナ、バンダナで、バンダナで切開している。さあ大学の先輩後輩、この辺は大学時代から培われた因縁の対決。さあ顔面キックパンチ、顔面キックに顔面パンチ。さあ安浦の止めたのは鈴木慎、
これはタッグチームだ、これがタッグチームだ。チャンピオン、アジアのドリームを見せてくれ。ここでさあ、ジョーイシヌーが持ち上げる。おーっと、頭から突っ込んだ。俺たちのアジアの夢、トップロープ、ボディープレス完璧だ。ありがとう勝者鈴木慎。ありがとう。そしてシンクロの他第11代アジアドリーム格闘家の公演に成功しました。
してチャンピオンベルトの返還です。桜井に完全に圧倒しています。
ダブルアームの体勢ですか、ここは。おー、チンジャーエンは持ち上げましたが、腰に強いことで、かなり顔面隠し、あー、ナイスカードリゼルキックして、ナイス、鋭いリゼルキック、さあ、仕込んでいきます、この赤いと勇が何やらアドバイスを通していきます。おお、ヘッドバット、珍しい、パーシングの暴れ、珍しいヘッドバットを見せていきます。これは怒りの表れか、フラットキック、桜の矢を突然にヒット、桜の顔面を打ちにきました。あ、サッカーボールキック、あかー、さあ、このシーンの鋼の鋭い打撃に桜恵美、先ほどとは打って変わって立ち立ち状態か、あー、これは嫌がるコーナーを打ち上げて、しかしこれは逆に完全にサンドバッグ状態だ。さあ、桜木の表情がなくなってしまったか、ガラスの腰だよ。どうか大切なメンバーでもあります、アントニオ・ホンダもセコンドについています。うん、しかし足を取って何を見つけるか、アキレス腱固め、アキレス腱固めに絞っていきます、心の流れ、何をしてもおお、もう一度仕立てる、だが気持ちを緩めるつもりはありません、心の上がり、ここまで2度の防衛戦に成功しております、心の上がり、3度目の防衛戦の相手は桜恵美、この桜恵美が、ああ、ハイブキル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 、連発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 、しかしもっと攻めてくれと、宮田家に締めていく、チャンピオンの表情は十分だ。あー、これは腰も決まってしまう、桜木の腰は、ガラスも腰があります、ギガンたちの戦闘隊に何とかローペンステープ、桜さあ、そんな桜の状態見て、場内は桜への声援も集まっております。おお、これは真の原ボディスラムに、おお、気合い入れて持ち上げに行きますが、桜恵美、これを踏ん張ります。さあ、爪を取ってきました、ここでドラゴンスリーパーということ、スマッシュマウス出た、桜が飛び入れた、スマッシュマウス、顔面を強烈に強烈だ、さらにこの手拍子、この戦慄は、さあ、新規の大合唱か、
ペイ。さあ、しかし、真の左に打撃へ行ったら打撃が返ってくるぞ。おお、なるほど、そこへ行くよ。バッシャー一番に打撃に返っていけ。おお、体重が乗っていると。10分経過、10分経過。さあ、試合時間は10分経過。あっ、今立ち上がる目に入った。さすがに大丈夫だ。膝をついた。立ち上がれるか。足元がおぼつかない。膝のキック。さあ、距離を取って。さあ、これはもう大丈夫だ。エッチに出して、スボンの表情を浮かべている。さあ、さきら、ここは腰にダメージを与えた進むのはあるけど、ジャイアントバッククリーカーで絞り上げることができるか。さあ、ゆっくりとゆっくりと、しかし確実に仕上げていけ。さあ、ギラップか、ギラップか。さあ、バックエルボーでフォローエスケープ。はい、キックを返すわ。スリーボールに素晴らしいコンビネーション。さあ、グレーのピンク。あ、フルサイトには行かせません。4人が勝てないに、何かにも1人は行かせない。さあ、それに対して上からエルボーを落とす。さあ、クライミー、どうする。相手にしがみついてでも次の技を決めさせない。あー、まだの両前ベンチのスパッシングで2個1のあたりを踏み抜いていった。オールダーたち、信号は離れ、冷徹な攻めがあります。さあ、さくら、ロープに振られて、おお、逆に返していく。負けてたまりかと、さくらのレバークロップ、どこにこんな力があるんだ。さくらのライダー、しかし、このポジションは、さくらにはこの技がある。さあ、打つことができるのか。もう1つは、やまれてしまったベースカルト。逆に決めることができなかった。高い高い、これまでのメインタップクリスタ開発で SS 的に、これまでのメインタップと勝利を勝ち進んだか。進行はメインタップクリスタ、しかしこれも読まれていた。お互い強烈な自爆、両者ともにダウンがあります。
しかし、死んだのダメージ大きい。ワンツーワンツーワンツー逆転へ。15分経過、15分経過、最大15分経過。おぉ、バケモン、なんだこれは。ラリアット、ちょっとラリアット、このもの、カウンター。カウンター、ラリアットから全部、ラリエ、おぉ、来た、カウンター、カウンター逆に、お前に行こうだね。カウンター、カウンター、カウンター、カウバットキック返したらトランスキック。さあ、新生は俺が一曲のライバー一曲だった。最高ストップが跳ね伸びた。どこにこんな力があるんだ。サクライミーものすごすぎる。さあ、その桜の襲名を断ち切って、スタート完璧に決まった。これを迎えし桜に、森脇ボムの攻撃、信じられない攻撃が続いております。大変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 桜にのプライヤー全体の方向が一人決まってしまった。スーパーザーのベルト
巻いてみて、いいもんですね。私はこのベルトを持って防衛成人ですが、アメリカに帰ります。仕方ないじゃん。そしてもう一つシングルのベルト持って帰ろうかなって思ってますよ。高梨、ちタイのセットアップオープンウェイトシングルのベルト、時間もないからすぐだよ。7月11日の市ヶ谷でそのベルトかけてやってもらおうじゃないの。挑戦させろ。挑戦させろって言ったよな。その言葉はすげえ響くよ。なぜならよ、あんたが今日挑戦者として戦ったタイトルマッチ、これ見て心が動かねえわけねえよな。そしてよ、俺の周りにはクリスも怪我から復帰して両国国技館っていう夢の舞台で KOD のタイトルマッチに挑戦する、そしていつもこのガトムーブに流行っている藤田実も明日フリーダムスで後楽園で KFC のベルトに挑戦する、そんな奴らが身の回りにいて、はい、挑戦してって気持ちが分かねえわけねえだろ。おい、さくら、挑戦を受けるんじゃねえよ。俺にも挑戦させろよ。言葉の意味分かるよな。このベルトをかけて戦うだけじゃねえ。今お前が取ったばっかりのそのベルトかけて俺と二冠戦で戦え。俺の挑戦を受けろ。そして次回ラトムーブ、次回ラトムーブリングの大会は8月6日高島平大会です。そのカードが2つ決まりました。1つ、小石川知恵 VS 瀬戸野中。そしてもう1つはメイベント、四つ葉ディア。おいディア、やれんのかよこの新人ちゃんが。ディアはディア、そんな新人ちゃんが大好きなんです。ツンデレだ、そうだ。もしもプロレスラーになりたかったらなれるか不安があっていい、なりたいなら一緒にやりましょう。そう、そこの君ガトムーブはまだまだそんな真実を大募集しております。よろしくお願いします。メイさん、チエさん、負けて悔しいけど、四つ葉ミヤと瀬戸ののかのタッグ、いかがでしたか。皆さんにお伝えしたいことがあります。私とののかは広島出身です。そして23年前から一緒にいます。私とナノカ、私たちは姉妹でプロレスを始めました。でもリング上ではお互い一人のプロレス
レスラーとして成長したくて、お互い別々の名前にしました。もちろん、ののかと組むこともあると思います。その時は、ののかをしっかり支えたいです。でも、